ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は左の小島、対するホークスの先発はベテラン和田、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。左の小島マウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは中村。第9球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、ボール。投球は3球目、投げた、3球目ストライク。次は4球目、投げた、打った、スタンドに入りました、ファール。さあ、投球は5球目、ボール、内角低め。さあ、6球目投げました、打ちました。第7球は打ちました、山口ボールを掴んだ、山口そのままベースを踏んでアウト。バッターは2番牧原。第9球投げました、初球はストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、アウトロー、外れてボール。第3球を投げました、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、打った、藤岡取った、一塁へ送る、アウト。牧原いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第9球投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、高めの球、見逃し三振。小島上々の立ち上がりを見せています。左の和田マウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは荻野。第9球初球を打ちました、1、2塁間の打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番藤岡。第9球ボール、まずはインコース低め。さあ、次の投球投げた、膝元、ボール。第3球を投げた、ストライク。さあ、4球目打ちました、ファール。さあ、5球は5球目投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番中村。第9球インロー、外れてボール。第2球投げました、おっつけて打つ、ファールボール。投げました、サークルチェンジャー、ボール、内角高め。さあ、4球目打ちました、いい当たり、右中間へ持っていきましたが越えた、ライトからセカンドへ、中村ツーベース、マリーン先制のチャンスを迎えます。バッターは DH のポランコ。第9球投げました、ボール、まずはアウトコース、投げました、ストレートはボール。投げました、打ちました、サードこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。マリーンズ得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは柳田。第9球投げた、初球ツーシーム空振り、少し意識しすぎたか。
初球空振りから第2球カットボールはボール。第3球打った、打球は右中間に上がっている、これはヒットになります。柳田ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げたボール。第2球打ちました、これはライトフライになった、取りました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチセーフ、外れたボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、決まってストライク。次が4球目、投げた、打った。第5球投げました、打ちました。さあ6球目打ちました、ライト線ぐーっと打球が上がってきますがファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げました、ボール。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、投げました、外れたボール。第3球を投げました、見送ってボール。次が4球目、投げました、決まってストライク。次が5球目打ちました、ファール。さあ6球目、ランナースタートを切った、打った、キャッチャー落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ホークスファーストランナー残塁、2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山口。第9投げた、初球すっぽ抜け、ボール。さあ次の投球、投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、打った、右中間へのフライ、センター下がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番安田。第9ボール。第2球ボール、インハイへ。第3球を投げた、まっすぐ空振り、タイミング合いません。第4球は決まった、ストライク。次は5球目、投げた、打ちました。さあ6球目、投げました、内角高め、空振り三振。最後は146キロストレート。第9投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、センター方向に持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。マリーンズわずか3人で攻撃が終わりました。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは三森、決まってストライク。少し意識しすぎたか。1球目空振りからストレートはボール、インローへ。第3球を投げました、インローの直球はボール。第4球を投げました、ボール。さあ5球目、アウトコース低めストライク、タイミング合いません。投球はこれから6球目、打ちました、打球はショート後方、藤岡バックしていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番甲斐。背番号19。第9投げた、外れたボール。第2球空振り。投球は3球目、投げた、見送ってボール。第4球を投げた、打った、
安田ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って中村、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球投げた、初球を打った、安田掴んだ、ボールはファーストへ、アウト。スリーアウトチェンジ。小島この回ピシャッと3人で抑えています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤、もうさあ次の投球、投げた、高速スライダー、ボール。第3球は打ちました。第4球を投げました、ボール。次は5球目、投げました、渾身のストレート、空振り。投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。佐藤いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。一塁へ牽制球を送ります。第3球ボール、ホークス、ここはバントで警戒します。さあ4球目、外れた、ボール。次は5球目、投げた、あーっとショーフライになった、サードボールを取る、セカンドフォースアウト、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球高速スライダー、空振り、思い切って振っていきました。第2球、これも空振り。一塁牽制、タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です、タッチセーフ。投げた、インロー際どい球、ボール。第4球を投げた、高め、空振り三振。バッターは2番藤岡、第1打席はセンターフライに倒れています。見送ってボール。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、空振り、少し意識しすぎたか。次は4球目、投げた、ストレートはボール。さあ投球は5球目、打った、ファウルボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、打った、ライト方向へ持っていきましたが、ライト下がった、取って、これで3アウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁。3回の裏が終わりまして0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは牧原、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球決まった、ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、決まってストライク。第5球投げました、外角低め、空振り三振。バッターは3番近藤。第1球投げました、初球から打ってった、ピッチャー返し、抜けた。近藤ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは4番柳田。第1球初球外れても、第2球打ちました、切れていきます、ファール。第3球はボール。投球これから4球目、打った、セカンド左横のフライになりました、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。低め外れてボール。第2球投げました、あーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。2アウトランナー2塁に変わります。第4球を投げた、ツーシーム空振り。第5球投げた、ボール。さあ6球目、
ツーシーム見逃し三振、外いっぱいに決まった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。小島2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって0対0です。マリーンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番中村、ボール。投げた、外れた、ボール。投球は3球目、投げた、ボール、アウトコースへ。第4球を投げた、ストライク。さあ5球目、打ちました、ファール。第6球を投げました、逆らわずに右へ、ファールボール。投球これから7球目、打った、これはセカンドは正面、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者ポランコ。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。高速スライダー、ボール。第2球投げました、空振り、タイミング合いません。投げました、直球ストライク。追い込んで第4球を投げました、見送ってボール。投げました、ボール。ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、打ちました。さあ7球目、低め、空振り三振。バッターは5番山口。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、内角高め、見送ってストライク。第2球投げた、ボール。投げた、3球目、空振り、伸びのあるストレート。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げました、高速スライダー、空振り三振。2者連続三振になりました。マリーンズ、クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回までが終了しまして0対0です。5回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者デスパイネ。第1打席はファールフライに倒れています。第2球アウトサイド直球はボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、空振り。第5球投げました、引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファール。速球、空振り三振。2者連続三振。バッターは7番今宮。第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、サークルチェンジャー、ボール。次は5球目、投げた、打った、引っ張った、一塁送球。安田うまくさばいています。今宮いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。第2球打ちました、フラフラっと上がった、取りました。これで3アウト。小島この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0です。5回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは安田、外れた、ボール。投球これから2球目、インローに送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。次が4球目、投げた、見送ってボール。投げた、ボール。投げました、
打った、ファールボール、投げました、打ちました、三森ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番岡。第一打席はセンターフライに倒れています。高速スライダー、ボール、まずは高め、投げました、サークルチェンジ、空振り。第3球を投げました、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、三振。バッターは8番佐藤、今日2度目のバッターボックス。投げた、ボール、投げた、インコース低め、サークルチェンジ外れてボール。第3球を投げた、インロー際どい球、ボール。第4球を投げた、打って出た、あっと取れない。佐藤、いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。和田降板、マウンドに上がったのは津森。今日2人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、インコース低め、ストライク。少し意識しすぎたか。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、決まってストライク。タイミング合いません。さあ4球目、ボール。ホークス、ここは引っ張りに警戒します。第5球投げました、打ったい当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきます、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。一塁ランナー佐藤、残塁に終わりました。前半が終わりまして0対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは甲斐、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、外の球、空振り。第3球は外角高め、空振り。追い込んでから投げました、打ちました、ピッチャー返し。小島、今拾った、アウトです。一塁はアウト。打順は1番に帰って中村、今日はファーストゴロとサードゴロ。第9、これは引っ掛けた、ファースト前方のフライになりました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番牧原、今日はショートゴロと三振。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、アウトローの直球はボール。投球これから5球目、サークルチェンジはボール。第6球を投げた、打った、内野ゴロ。藤岡取った、ショートから一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。スリーアウト、チェンジ。小島、最後はバックに助けられました。マリーンズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは荻野、今日はセカンドゴロと三振。初球空振りから打ちました、栗原、ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番藤岡、今日はセンターフライとライトフライ、打ちました。第2球投げた、空振り。第3球打ちました、津森掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番中村、今日3打席目、ボール。投げた、ボール、アウトコース低め。第3球を投げました、直球空振り。第4球を投げました、ストレートはボール、高め。第5球投げました、打った、掴んで、これで3アウトになります。
マリーンズ打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。中盤まで終了しまして0対0です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは近藤。投げました、高め際どいボール。第2球投げました、内角低め、カットボール外れてボール。投げた、カットボールはボール。第4球を投げた、ストレート外れた、フォアボール。ストレートのフォアボール。第1球投げた、低め決まってストライク。まずは入れてきました。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げた、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、高め、ツーシームは外れてボール。投げました、インコース速球ボール。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、センターからサードへ、柳田ナイスバッティングです。マリーン先制のピンチを迎えます。小島降板。ここでマウンドに上がったのはペルドモ。今日2番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。決まった、ストライク。少し意識しすぎたか。第2球投げました、高め、高速シンカー外れてボール。第3球を投げました、高め、ボール。第4球を投げました、高め決まってストライク。第5球投げた、打った、一二塁間の当たり、アウト。マリーンズなおもピンチが続きます。バッターは DH のデスパイネ。大きな声援が届いています。第2球投げた、2球目空振り、投げた、縦のスライダー空振り。投球これから4球目、縦のスライダーボール、インコース高め。さあ5球目、アウトロー、空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは今宮。今日はファールフライとサードゴロ、ストライク。投球これから2球目、打ちました、ファースト落下点、取ってこれで3アウトチェンジ。ペルドモ見事に流れを断ち切りました。マリーンこのまま勢いをつけたいところ。7回の裏、マリーンズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のポランコ。今日はサードゴロと三振。第2球投げた、スラーブ空振り、タイミング合いません。投げた、決まってストライク。第4球を投げました、打ちました、ショート右横のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番山口。今日はセンターフライと三振。初球空振り、投球これから2球目、打ちました、右中間へのフライですが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番安田。今日は三振とセカンドゴロ。初球スラーバー空振り、少し意識しすぎたか。第2球もう、第3球を投げました、膝元ボール。第4球はストライク。投球これから5球目、流し打ち、ボールはレフトへ飛んでいきました、ヒット。安田いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは7番岡。今日はセンターフライと三振、外れたボール。第2球投げました、アウトコースをつけた、ファールボール。投げました、ボール。第4球はインロー際どい球、ボール。第5球投げました、決まった、ストライク。次は6球目、ランナースタート、三振。
7回までが終了しまして0対0マリーンズラッキーセブンは無得点で終わりました。テルドも降板、マウンド上は沢村、今日3人目のピッチャーとして登板です。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、ボール。さあ次の投球、投げた、空振り。投球はこれから3球目、ストレートはボール。第4球を投げた、打った、流し打ち、レフトへ飛んだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番甲斐、今日はサードゴロとピッチャーゴロ。投げた、初球空振り。第2球投げた、ボール。投げました、外を際どい、ボール。第4球はストレート空振り、タイミング合いません。さあ5球目、スプリットはボール、高め。投げました、直球、見送ってフォアボール。打順はトップに帰って中村、今日はここまで3打数ノーヒット。第9球ストレートはボール。第2球スプリット空振り、投げました、打ちました、抜けた、中継、中村ナイスバッティングです。マリーン先制のピンチを迎えます。さあここが試合の分岐点となりそうです。マリーンズ外野は浅めの守備を取ります。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、スプリットはボール。投げた、打った、投球これから5球目、見送ってボール。第6球を投げた、空振り三振、バットアウト。リプレイをご覧ください。さあピンチで迎えるバッターは近藤、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、まっすぐ空振り。第4球はボール。第5球投げた、150キロ直球、空振り三振。2者連続三振でピンチをしのぎます。先ほどのプレーです。沢村やりました。マリーンこのまま勢いをつけたいところ。スモール降板、マウンド上ピッチャーは藤井、今日3番手としてマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、初球決まってストライク、いきなり151キロ。1球目ストライクから。第2球ボール。第3球を投げました、おっとデッドボール。デッドボールの際どこか痛めたようで現在治療を受けているようです。どうやらゲームに復帰するのは難しいようです。マリーンズ代走を起用します。和田一塁に入りました。バッターは9番藤原、今日はサードゴロとレフトフライ。タッチしてアウト、盗塁失敗に終わりました。さあリプレイです。投球これから2球目、ボール。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げました、外角低め、見送ってストライク。次が4球目、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第5球投げました、あっと引っ掛けた、これは内野へのフライダー。藤井余裕があります。マウンドの右掴みました、これで2アウト、ランナーありません。打ちました、初球打ち、レフトへ上がった、レフトバックしていった、取りました、これで3アウト。8回までが終了しまして依然両チーム無得点です。沢村降板、マウンドに上がったのは西村、今日4番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げた、打った、
藤岡ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番栗原、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げた、縦のスライダーボール。第3球を投げた、ボール。投げた、打った、セカンド後方のフライ、中村落下点に入った、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者デスパイネ、ここまで2打席連続三振。投げた、低め外れてボール。第2球投げました、打ちました、セカンド左、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。西村三者凡退に抑えています。9回の表が終わって0対0です。藤井降板、右の海野、今日4人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、インハイ外れてボール。第2球投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第3球を投げました、打った、回余裕があります、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番中村、これが4度目のバッターボックス。第2球投げました、打った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、ファール。第6球を投げた、ボール。さあ7球目、空振り三振。バッターは DH のポランコ。第9球初球フォークボール空振り。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンターへ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。マリーンズ結局三者凡退、無得点に終わっています。9回まで終了しまして0対0です。西村降板、右の増田、今日5番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げました、アウトコース、ストレートは外れてボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球はボール。第4球を投げました、スラーブはボール。第5球投げました、流し打ち、どうだ、ベースカバーに入る、増田取ってアウト、今宮いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は野村。第9投げた、カットボールはストライク。1球目空振りから投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたが取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番甲斐、今日4度目のバッターボックス。第9投げた、初球打ち引っ張った、ファール。第2球打ちました、右中間へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。増田下位打線を三者凡退、0点に抑えています。10回の表が終了して0対0です。甲斐降板、右のオスナ、今日5人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げた、チェンジアップはボール。第2球投げました、外れた、ボール。投球はこれから3球目、チェンジアップ空振り。第4球を投げました、空振り。第5球投げました、153キロ速球。
空振り三振。バッターは6番安田。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました。ツーシームはもう。第3球を投げました。真ん中決まってストライク。第4球は打ちました。ファールボール。投球これから5球目。打った、ピッチャー返し、抜けた。安田、いいバッティングを見せました。これで今日は4打数の2安打。マリーンズ代走を送ります。小川一塁に入りました。バッターは7番岡。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。初球空振りから第2球ボール。第3球を投げた、打ちました。左中間のフライ、レフト前に出る、掴みました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、チェンジアップはボール。まずは内角。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、外角見送ってストライク。第4球を投げた、ボール。次は5球目ストライク。一塁へ牽制球を送ります。投球はこれから6球目三振。10回までが終了しまして、マリーンズこの回も得点を挙げられませんでした。増田降板、左の坂本今日6番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。第9投げました、初球を打ちました。右中間へのフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番牧原。第9初球外れてボール。さあ次の投球、グラブはボール。第3球を投げました、3球目空振り。第4球は空振り。追い込んで第5球ボール。次が6球目投げました、打った、ライト前進、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番近藤。今日5度目のバッターボックス。第9投げました、打ちました。ファースト真正面、山口一塁キャンバス踏んでアウト、3アウトチェンジ。坂本上位打線を三者凡退に仕留めています。11回の表が終了して0対0です。オスナ降板、ここでマウンドに上がったのは松本。今日6人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、ストレートはストライク、いきなり151キロ。さあ次の投球、引っ張った、ファール。第3球を投げた、インコース、直球は外れてボール。投げた、カーブ、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターはトップに帰って荻野、初球を打った、打球はファースト後方、取りました。これで2アウト、ランナーありません。先ほどからショートの守備に入っています友杉。第9投げた、見送ってストライク。第2球、2球目空振り、カーブに全くタイミング合いません。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、打ちました。ファースト左への打球、野村そのままベースを踏んで3アウト。マリーンズ結局この回3人で攻撃が終わっています。11回までが終了しまして0対0です。坂本降板、右の東今日7番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9ボール。第2球投げました、打ちました、ファールボール。投球はこれから3球目、打ちました、ファール。
第4球を投げました。内角へぐるスライダー、空振り三振。バッターは5番栗原、投げました。ストライク。第2球投げました。打った。第3球を投げました。スライダーボール、アウトコース高め。第4球を投げた。ボール、外角へ。投球これから5球目。インコース引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第6球を投げた。ボール。第7球を投げた。ツーシーム、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは指名打者デスパイレ。今日はここまで4打数ノーヒット、2三振。第2球投げた。スライダー空振り。変化球にキレがあります。第3球アウトコース低め、ボール。次は4球目、投げた。打ちました。引っ掛けた。打球はサード後方、小川。落下点に入った。取って、これで3アウト、チェンジ。東三者凡退、無得点に抑えています。延長12回の表が終わって0対0です。松本降板、マウンド上は大津。今日7人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。マリーンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは中村。第2球スラーブはボール。投球は3球目、投げました。3球目空振り、少し意識しすぎたか。さあ4球目、ストライク。第5球投げました。打ちました。切れていきます。ファール。第6球を投げました。打ちました。フラフラッと上がった牧原、余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のポランコ。第1球ボール、まずはアウトロー。第2球投げました。内角に送ってストライク。第3球を投げました。外角、スラーブ外れてボール。さあ4球目、打ちました。あっと引っ掛けた。セカンドの頭上をフラフラっと上がっている。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番山口。今日はここまで4打数ノーヒット、2三振。初球ストライクから。第2球打ちました。第3球を投げた。ボール。第4球はボール。さあ投球は5球目、見逃し三振。引き分けで終了です。ご覧いただきましたように0対0、引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で ZOZO マリンスタジアムよりお伝えしました。